こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。ということで、やめへんでーということですね。続きはスターホースポケット。そういえば、アーケード版のスタホって、4って出ないんですよね。まだ、3で。何のコラボだろう。何をコラボを記念してるのかちょっと気になり、私気になります。ということで、部品ボーナスです。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？ん？ SR ですね。ツダワールド。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。特選先兵っていうのがあります。これなんだろう。なんだろう。ラッキーバーの牛、一発で来ましたね。どうしたの？動かない。クエストを達成しました。さあ、これで残り25周となりました。やりました。ありがとうございます。嬉しい。入球するのですが、戦績見てみると有馬記念が3着で、やっぱあまりにも最高峰から運びすぎたっていうのはありますよね。ということで、WBC にチャレンジしたいと思います。4週ぐらいやってから行きましょう。クエストを達成しました。クエストを達成しました。見違えるようですね。いい感じですね。もう1、2週ぐらいやってから出ますか、 WBC へ。クエストを達成しました。イベント開催中です。期待が持てます。人間ですね。いい仕上がりです。超成功です。さあ、ここで出走です。イベント開催中です。Thank you.
一応ですよ、これです。何か用ですか？まあそうですよね、それは知ってる。いい感じですね。何か用ですか？絶好調ですね。 WBC 行きましょう。さあ今回はやっぱり2400ですね。フリント社、タイガーヒル、コタ社、いつもの通りのメンバーです。ジョッキー、エビナに任せましょう。ということで、結構時間があるようですが、引き続き、やっていきたいと思います。また後でよろしくお願いします。はい、WBC 結果が出たようです。それ見ていきたいと思います。あ、その前に農園で収穫しましょう。楽しみです。感染、あ、許してください。一番人気な。ただいまより投票受付を開始します。一個だけ20話ついてますね。一番人気はブーストマコーズ、武豊騎手鞍上。なんとですね、前回 SWBC 取ってるんですよね。これはちょっと相手がつらい、強敵と当たってしまいました。まあ、相手追い込みなんで、でも届いちゃうだろうな、こちらが前へ選んだとしても。さあファーイーストスタディオン、WBC ターフの出走です。伝統の外回りコースに集った世界の2番ですね。スタートは肝心リーダーズカップターフのスタートです。まあまずまずをスタートを切りました。10番エアドクター、ちょっとタイミング合わなかったようであります。下がっていきます。どうしても鼻を切りたいエプラール、やはり行きました。12番イブンベイ、ルソーがかわしていきました。8番タイガーヒル、コタシャーン、それからキッカステナンゴ、内を通りまして2番カタノタルコライス、そしてその後ろからフリントシャー、ストーミングホームがそのうちにいます。それから10番エアドクター、今度こそ WBC 制したい相手ブーストマコーズは強いが、流れるようにレースが進んでおります。7番エクラールがレースを引っ張るようになりました。それからもう1頭5番ルソー、その外に12番イブンベイ、ちょっと離れて8番タイガーヒルであります。ペースぐらいか。そしてその後ろからコタシャーン、それから足毛の馬体キッカステナンゴ、内から1頭カタノタルコライス、6番フリントシャー、極東の難所フリーダーズブリッジに差し掛かります。4番ストーミングホーム、その後ろ3馬身くらいあって10番エアドクター、そのうちに9番メルカド、外からブーストマコーズはまだ最高峰。ブーストマコーズ、流れるようにレースが展開されています。これが先頭7番エクラールであります。残り何役を切ります。外を通っているとイブンベイがその後ろちょっと離されまして、8番タイガーヒル、さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。先頭エクラール、もう完全に足が止まった。並ぶか並ぶか、ルソー外から懸命に、ルソー、さあ一気に差を詰めてきます。まだだ、まだか、飲み切れないぞあんまり。さあもうブーストマコーズ来てるぞ。さあ横に並んで中から抜け出して、あーわずかに及ばず。メルカドですね、3着は2着をキープしました。メルカドってこの前負けた相手じゃないかな。そう考えるとなかなか
頑張ってますね。よく頑張りましたね。厩舎レベルは上がりました。1着11番、2着。まあこれな悪くないでしょう。9番以上のように確定しました。メダル獲得は400枚でした。レースを終えた馬が戻ってきました。プレゼントが届いています。504キロになってる。イベント開催中です。何か用ですか？はい、というわけで、カタオトルコライス今回の WBC ターフはまた2着でした。5回2着は続いてますよね。なんだろう、シルバーコレクターになってますね。とはいえ、頑張ってこれからは勝っていきたいと思います。次回はドバイかな、それとももうちょっと、先の春の天皇賞なんかもまだ出てすらいないので視野に入れてもいいかもしれません。どちらにしましてもそんなに残された競争人生はない。残り20周ですからね。そちらを残された競争人生をうまく活かしたいと思います。次回も応援よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。また、この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されますので、もしお時間ありましたら見ていただければ、嬉しく思います。というわけで、以上、スターホースポケットをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。